え、そんなに？あ、これ座れるんだ、しかも。あ、すげえ。へえ。ちょっと待って、ポンちゃんだか。わあ。その横が5000。帰ってきた5000円はやっぱさ、標高1400だけあって高いな。うん。あそこにこれ先週登ったのか。あのポンってしてるやつ。ああ、これか。これが午前。あ、じゃあこれが大竹、これが。大竹ってあれか。よく登るやつか。うん、めっちゃあるね。そんなにああ、本当書いてある。大竹午前。これすごくわかりやすくてありがたいんだけど。馬頭カリーさんというかわかんない。あれか。あの、ラクダの、こうみたいなやつ、これか。多分これだよね。よし、頑張ろうか。ポンちゃん。インカミにする。へえ、面白い。なんかこっから登った山が見えるのはなかなか。ね。最近のところ楽だしない。まあね。いや、もう40分ぐらいだよ。うん。まあ、あと10分で4時だけど、朝にだけど。あれ、これ山頂。これ山頂？あ、これ違うよね。いや、これも一つのあれだよ。あ、本当だ、階だった。あ、1個目登りましたね。あ、じゃあこれさらに奥にあるんだ。なるほどね。ちょっとこの動画だけ編集が必要かもしれない。ケイちゃんの顔映っちゃったかも。ケイちゃんの顔映っちゃったかも。まあ、そこだけちょっと映んないにカットするけど。ポップの顔撮ろうとしたらちょっと映っちゃったかも。あれしといてよ、顔ニコちゃんマーク。いや、ニコちゃんマークでもカットしよう。あともうちょいかなぁ。あ、待つか。あ、行けようか。すいません。うん。はい、あ、すげえ石が積んである竹カンパこれでもなんかの道しるべなんです。あ、これかこうっすね。うん、ちょっと奥に家あるのかな。なんか近いね、感覚が。あれどこあれどこにあるの。ちょっと降りる、ここ結構はもう一個の方離れてる感じか、これ。あれこれでも下山になっちゃうよ。ないもんね、そっち。あ、降りて登るんだ。あ、でも電波届いてんの、ここ。こういうとこでね、足やらかしちゃうから、気をつけないと。よいしょ。よいしょ。
ございます。こんにちは。ポンちゃんよかったね。タオパイパイみたいな木がいっぱいあるね。タオパイパイみたいな木って。ん？ノートルダム？行ってない行ってない。何ノートルダム？ここめっちゃ電波届くね。なんでだろう。電波届くかけない。あ、だから？あ、あえ、うん、巻き道行ったら登れねえじゃん。だからさっきそのまま右でいいよって感じ。うん、だね。あの木見て、これ三つのクレーうわー、来たよ。最後のこれ。あ、でも左からも行ける。何これ。どういうこと？どっちがいいのこれ。あ、え、あ、0.1 か。うん、これ0.1 だったよ。 0.1。 うん、多分何もないと思う。ただやべえな、時間結構ギリギリだったね。下山で5時に間に合うかどうか。あ、にはもう閉まっちゃうんだよね。そう。あ、いるね。ちょっと。え？人いる。うん。ね。あともうちょいかな。これ登り切ったらおしまいだな多分。疲れた。でも よいしょ。これラスト殺しに来るな。これどうぞ。ラスト殺しに来るぞこれ。でもあそこの見晴らし良かった。ただ電波がすげえ気持ちいいぐらい届くんだよね。不思議と。疲れた。見晴らし良かったね。うん、見晴らしはいいんだけど。あ、よし、ね、うん、この木だと表面から見た時に次の木の気持ちになる。あともうちょいですよ。よいしょ。これか。本当にご立派だね。やべえ。ああ、膝が動かねえ。1524。秩父。はあ、これ御前山にもあったよね、こういうの。はあ、終わった。